船見だ、どうもおっさんでございます。おっさんはですね、今 H プラスホテルに来てます。ホテルリューベックですね。いやー、リューベックまでね、電車1時間遅延しまして悲劇でございました。そうしましたらね、今からねリューベック散歩行って、そのまま食事して帰ってきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあリューベックについてちょっと詳しい話を軽くちゃちゃちゃっとやっていきましょうかね。ちょっとカンニングしてます。リューベックという町はですね、ハンザ同盟っていう同盟があって、そちらのね、名手を務めてたこともあり、ハンザの女王と呼ばれてるみたいです。ハンザ同盟というのはですね、中世後期の中央ヨーロッパとか北ヨーロッパの都市の同盟らしいですね。おっさんもここに来るまでいろいろ調べてやっと知ったことなんで、あんまり世界史って詳しくないんで何とも言えないんですけど、あとねリューベックの見どころは、これからいきますが、ホルステン門とか、あとはあれですね、皆さんマジパンってご存知でしょうか。アーモンドと砂糖をペ、粉状にしてそれを練り固めたお菓子でございまして、リューベックはねそれがね有名らしいです。それしかもね、面白いことに、面白いとか言って怒られますけど、マジパンのミュージアムっていうのがあるんですよねこの町にはそれは、まあ、おっさんマジパン苦手なんで、工場、ミュージアムの前とかその周りにあるカフェとか、動画に撮りたいなとは思ってますけども、実際は食しません。許してください。よろしくお願いします。あと、もう最終のね、観光目的地にしているところが一箇所ありまして、1535年に、漁師、まあ、船乗りですね、船乗りの組合ギルドの館として使われた建物がですね、今はレストランになってるらしいんですよ。そこに行きましょうかね、シッファーゲゼルシャフトっていうみたいですね。なんかレンガ造りの建物になってて人気のレストランになってるらしいです。そこはやっぱりあれですよね、リューベックって結構海鮮も有名らしいんで、お魚の料理もあったり、まあ、肉の料理もオンラインでネットで調べたんですけども、肉の料理も結構置いてるみたいですね。まあ、今回はねやっぱり魚食べたいということで魚のメニューを考えております。よし、そうしましたら観光行きましょうかね。ちょっと天井頭ぶつけそうですけどそれではレッツゴー。はい、ホテル出てきました。こんな感じですね。で、駅が向こう側で、ですね、旧市街が向こう側になります。ですので向こう側に歩いていく感じですね。この建物の、ね、向こう側がねバス停になってます。だからバスで行こうが早いんですけどね、おっさんは歩いていきましょう。はい、向こう側に H プラスホテル駅で、こちら行く感じですね。この辺は公園になってていいですね。象がねこの道を挟んで2つあるんですよね、あちら側とこちら側と。有名な方の象なんですかね。旧市街に行く橋なんですけども、こんな感じで像があったりしますね。橋はこんな感じです。人も多いしバスも多い。あ、向こうに素晴らしい建物見えてますね。あれが教会でしょうね。また近くまで行きますよ。あ、すげえレンガ造りの建物がたくさんあります。素晴らしいね。橋の上からはこんな感じですね、穏やかな川。はい、見えてきましたよ、第一の観光名所ホルステン門ですね。よく見たらね、なんか真ん中に両端の塔がさ、なんか寄ってるような作りになってますよね。それとなんかちょっと右側が沈んでるようにも見えます。これ調べたところによるとね、なんか重たすぎて地盤沈下してんじゃないかみたいな、なんか話もあるらしいですけど、実際はどうなんでしょうね。なんか傾いてるようには確かに見えます。じゃあ近く行ってみましょう。はい、ホルステン門の入り口にはこのようなねライオンの像がありますね。で、向こう側にあります。この辺は公園になってるんでしょうね。皆さん結構休憩されてます。じゃあ近く行きましょう。はい、近づいてまいりました、ホルステン門ですね。ドイツでね一番有名な門らしいですね。なかなかでかい。これはね画面じゃ大きさ伝わらないかもしれないな。はい、近くに寄ってみました。これがギリギリかな、寄れる。これはでも登れないんですね。登れればすげえ見晴らしは良さそうですけど。で、お子様いらっしゃいますけど、大砲の筒があったりしますね。これはドイツ語なのかな、コンコルディアなんたらかんたらって書いてますね読めない読めない。で、お土産屋さんがありますね。
で、ここは、あ、やっぱり登れないんだな。こんな感じになってます。ホルスタン門、ホルスタンゲートってありますね。で、抜けてきました。レンガ造りの建物が素晴らしいですよね。で、向こう側に歩いていきましょう。こちらレンガ造りの建物が素晴らしいですよね。これザルツスパイアって書いてて、塩の倉庫って書いてましたね。昔塩の倉庫だったんですかね。中は今ショッピングモールみたいになってるみたいですけど、こんな感じですね。なかなか素晴らしくないですか。はい、次の目的地こちらでございます。教会ですね。聖ペトリ教会。ブレーメンにも同じ名前の教会があったかもしれませんね。なんか聞き覚えあるなと思ったんですけど、これね、登れるらしいんですけど、どうなんでしょうね。ツアー組まないと入れないとか、そういうのはあるかもしれません。ちょっと教会入ってみましょうか。こんな感じです。はい、中に入ってきました。入ってすぐにね、こんな感じであって、入場料5ユーロになりました。だけどね、上に上がれそうなんですよね。だからちょっと上がってみましょうか。はい、上登ってきましたよ。向こう側は駅ですね。そこにあるのがホルステン門。うわ、高いね。見晴らしがいいね。これね、ちゃんと網で柵されてあるんで、おっさん、ビビリのおっさんでも大丈夫ですね。じゃあ回ってみましょう。こちら側も、あれ、教会らしき建物にさ、なんかリボンみたいなの巻いてますよね。あれも気になりますよね。で、向こう側にもね、教会らしき高い建物があるんですよね。で、この辺はなんかあれですね、レンガ色、みんな茶色って感じ、赤茶色って感じがしますよね。で、こちらがね、ホルステン門の逆側になります。そこ後で行ってみましょうか。おそらくね、そこ視聴者だと思うんですよね。おっさんも調べてないですからね。こんな感じ。これね、足場こうやって組んでくれてるんですけど、なかなか高いと怖いですよね。こんな感じですね。向こう側も見えて、ここは5ユーロで払ってくる価値ありますね。なかなか景色が素晴らしい。それとおっさんでも安全に見ることができますね。はい、こちら側が北側にいるらしいですね。本当に建物が素晴らしいですよね。ハンザの女王と呼ばれた町リューベック、皆さんも一度はどうぞ。おっさんも来たくてしょうがなかったんですよね。これでホルステンも入ってますかね。ちょっと暗くて見えないんですけど、おっさんどうでしょう。じゃあ降りましょうか。エレベーター上がってすぐぐらいにこんな感じで、この虫除けライトみたいな色のライトで飾られてます。じゃあ降ります。こちらはね、お土産も売ってるみたいです。それで気になるのがね、奥にあるんですよ。わかりますか、あれ、ロットシュポンっていうワインで、リューベックのワインらしいです。おっさんも今日は夜飲みますよ。教会がね、こんな感じなんですけど、中に入れないみたいですね。こんな感じです。こちら側にはね、カフェがあるみたいですね。よかったらどうぞ。はい、外に出てきました。こんな感じです。ちょっとね、曇ってきましたね。嫌な感じです。一応雨は降らない感じになってるんで、サクサクっと回ってきましょう。はい、視聴者のあるマルクト広場にやってきました。こんな感じですね。この辺はあれですね、ショッピングモールがあったり、こちらになんか面白い建物がありますよね。これがあったり、なんか釣り鐘があったら面白そうな感じの建物ですね。で、向こう側に見えるのがね、聖マリア教会ですね。後で行きましょうかね。で、この辺に建物があって、これ分かりますか、この建物、この建物がリューベックの視聴者でございます。あ、すげえな、これ。いろいろ視聴者見てきましたけど、なかなか楽しいですね。これ全部視聴者なのかな。この辺カフェになってますけどね、視聴者か。入り口がないよ。ラーツケラーっていうレストランがあるみたいですけどね。この視聴者はツアー組んで中で見学ができるらしいですけど、そういう申し込みできそうなところはなさそうだな。このレストランもね、食べに行きたいなとは思ってたんですけどね、他ね、行きたいとこが2カ所ほどあって、ここは残念ながら候補からちょっと外れてしまうかもしれません。まだ確定ではないんでね、行く可能性もあります。これはあれですね、
日替わりメニューみたいなのですね。はい、反対側にやってきましたよ。広場側じゃない方ですね。こんな感じになってます。その辺から入り口になってんのかな。ここはなんかカフェになってるんですね。はい、調べてるところによるとね、これがねマジパンミュージアムらしいんですよね。まあ確かにマジパンって書いてますけど、ニーデラッカーって書いてるのかな。ニーデラッカーリューベックって書いてるんですかね。これ中、日本の旗もあるなこれがねミュージアムらしいんですよね。ちょっと中入ってみましょうか。はい、中に入ってきました。上にミュージアムがあるみたいですね。有料っぽいんでやめましょう。こんな感じです。はい、マジパンの店行ってきました。いやね、中ねすごい人でさ、ちょっと撮影できませんでした。中に入ってねカフェに座って食べながら撮影するんだったらいけると思うんですけど、おっさん食べないんで申し訳ないんで、チラッと見てきただけで終わりました。すみません。じゃあ次行きましょう。はい、中に入ってきました。こんな感じですね。こちらのラーツハウス、視聴者の中ですね。入り口見つけました。やっぱり中を全部見るにはツアー組まないとダメっぽいですね。オンリーポッシブルガイドって書いてますからね。じゃあ出ましょう。ちなみに、役所の入り口ここです。向こう側にね、ニーデレッガーのマジパンの店があって、それをねまっすぐ歩いてくるとここにあります。でマリア教会がねあちら側にあるんで、あちら側に行きましょうかね。はい、教会までやってきましたよ。こちらマリア教会ですね。マリエンケルヒっていうのかな。あ、入り口ありますね。じゃあちょっと行きましょう。まだ大丈夫かな。今4時半なんですよね。はい、マリア教会入ってきましたよ。入場料は4ユーロです。まあ、改修工事代みたいなこと書いてましたね。じゃあ中見ていきましょうか。今なんか展示やってるみたいですね。惑星かな。でこんな感じ、お土産屋さんもありますね。お、何これ、あんまり教会の中では見かけないものがあるな。この貼り付けの棒みたいなやつ、これはなかなか見ないですね。へえ、お、すげえ。こちらはなんか少人数部屋みたいになってますねまあやっぱなんかイベントって言ったら変ですけど、なんかやってるんでしょうね。こういう風な絵が、骸骨の絵が飾られてますよ。これ骸骨、あ、見てください、ステンドグラスも骸骨になってるわ。ああ、あんまり見ない絵柄のステンドグラスですね。これ骸骨多めだわ。あんまり見ないですね。おっさんもいろんな教会行きましたけどね。今なんかやってるのか、足場組んでますね。上にさ、なんかいろいろ物が置いてあって、マイクが置いてあってさ、いろいろ置いてますね。パイプオルガンがすげえですね。向こうのステンドグラス行ってみましょう。これは何なんでしょうね。この真ん中にあるやつ、地震感知器みたいなもんですかね。ちょっとわからないですねで、こういうものがあります。これなんでしょうね。これね、日本だったら一旦もめんって言うんですかね。そんなこと言ったら怒られるか。一旦もめんなわけないか。奇抜なねステンドグラスがあったのはあそこだけで、なかなかあそこは普通に綺麗ですし、骸骨も描かれてませんね。あ、見てください、あれ、あそこ、ここ骸骨です。骸骨多めだな。で、教会にねこういうものがありますね。バーソロメーの洗礼版とかってまた言っちゃうけどさ、ちょっと違う感じかねで、教会全体がこんな感じですね。なかなか広くて素晴らしいですね。なんか喋ってるおっさんが滑ってるみたいになってるけど、すみません。教会内は静かにしましょう。
はい、教会出てきました。ありがとうございました。こんな感じですね。じゃあ次行きましょうかね。こんな感じでございます。はい、やってきました。次の目的地こちらです。バス。はい、やってきました。次の目的地はこちらでございます。聖霊養老院というらしいですね。昔の、まあ、ご老人とか、怪我されて仕事で働けなくなった貧困者の方とか、そちらの方々をどんどん受け入れた、なんで養護施設って言ったらおかしいのかな、ヨーロッパ最後の養護施設みたいですよこちら。5時まで、ね、入れるんですけど、今ね時間見てもらって分かると思うんですけど、4時55分なんですよね。だからちょっと残念ながらここは入れませんね。ユーベック行きの電車がさ遅れてなければ十分入れてたんですけど、しょうがない。じゃあ次最終目的地行きましょうかね。はい、聖霊養老院があちら側で、こちらにねでかい教会があるんですよ。こちらヤコビ教会で書いてましたね。もう5時なんで閉まってます。もう5時ではないですけどね、ニアリーイコールなんですけどね。で最終目的地はねそこなんですよ。そこのなんか一個だけレンガ造りでちょっと浮いてるような建物があるじゃないですか。あっち行ってみましょうか。はい、最終目的地はこちらでございます。こちらはね船員組合の家でございまして、あの船乗りさんの組合の家ですね。昔はこちらは荒くれの船員たちが飲んだくれた場所なんでしょうかね。今はねここね、あのシーフードレストラン、まあ、シーフードだけではないんですけども、レストランになってます。名前がシッファーゲジェルシャフトっていうみたいですね。じゃあおっさんも動画閉めてここへ食べに行きましょうかね。よろしくお願いいたします。はい、どうもおっさんでございます。リューベック、いかがだったでしょうか。ハンザの女王の名にふさわしい建物の作りが多かったですね。まあ時間的にさ、いろいろ入れてないところも結構あるんですよね。これはもう電車が遅延したせいだと思っていただければ助かります。1時間ちょっとぐらい遅延したんですよね。マジかって感じで、この間さ、あのハノーバーに来るときはさ、もうひどい遅延だったけど、今日は1時間ちょっとなんで軽い遅延でしたね。というわけで一旦動画閉めて、次回はこちらのレストラン行きたいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。